はい、アシスタントツッチーのですねドライバー飛ばし術ですね。今47インチの長尺ドライバー。おお。ね。前の看板が250ヤードですから330ヤード飛んでますね。はい、ツッチはですね前ちょっとフリックのね傾向があったんですね。ピョーンってね、これを直すために、ハーフスイングなんですけれども腕でね胴体を締めて脇を締めて腰の高さで振る。そうですね、もう一回言って。この練習すごくありました。これフリックできないですもんね。常にクラブヘッドがおへその正面にあります。それとバックスイングの時に少しワイドアークでノーコックで上げて小さく入ってくる。もう一回ワイドアーク上げて小さく入ってくる。これのハーフスイングですね。入ってみましょう。ね、全然使ってないですね腕をね。ハーフスイングね、打った形見ててくださいね。ね、この形ね、アドレスした時のこの手首とシャフトの角度全く一緒ですね。で左振り切ってますね。こう見たらクラブヘッドが体の正面にありますね。このポーズです。皆さんも両腕で胴体を挟んでライナーを打つ練習をしてください。すごいです。320飛んでますね、これね。来たぞ。うわ、怖い。はい、私を超えてきました。340ヤードですね。